今日はマリアさんとの配信が夜あの記念配信というかコラボ配信のやつがあるので、それで終わろうかな。って思っております。そこまでノンストップ、いやちょっと配信の仕方が変わったんですよ。なのでちょっと多分事務所に行くことになるので、事務所で一緒に配信することになると思うので、夜事務所に行きますので、1時間か1時間半ぐらいやろうかな。部屋明るくない？え、暗いよどうだ、まだ外がちょっと明るいからかな。部屋の中の電気はね 10% 点灯の方でやってます。今日誕生日、おおめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアののかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。各ルームで、あ、そう、各ルームでするのは変わんないけど、コラボ配信っぽい感じじゃなくなるかも。一緒に横でするみたい、リノとあのエミリーさんみたいな感じになるかも。マルさん300回目のおめでとうございます。九州ってまだ明るいですよ、全然明るい。まあ不具合結構起きちゃったからね、しゃあないのではないかと思いますけど、今日毎日配信何日目か分かんなくてツイートに書けなかったんだよね。八神さん100回目の方もありがとうございます。結構暗い、マジ？そうですね、日没そんな早くないイメージあるけどな。最近83か今日、ありがとう。じゃあ終わった後のツイートに書くわ、ちょっともう一回終わりぐらい教えて。あのさ、サッカーのやつ見れるさ、 J リーグとかの試合見れるさ、ダゾーンのやつってさ、いくらぐらいなの？サブスク的な感じでしょ多分。なんかみんな高めって聞いたからちょっと心配、見たいんですけど。うわ、ちっちゃい小バエがいる。うわ、どうしようこいつ。3000円とか、ああ、はい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 。3000円か、うわ迷うな。うわ逃げられた。もうこのちっちゃい虫嫌なんだけど、なんで一匹だけいるの？何？ペットなの？ヤモリでも飼おうかな、食べてもらうために。野球見るの？いや、私はサッカーを見ます。サッカーだけとかあるの？まあでも全てしかないかな。見れるコンテンツが多い。まあね、一括で3万か、 年で。見るなら月額3700円。あー、マジか。そん、うわ迷う。いやー、やしたいけどな。めっちゃ見たいけど、アマゾンで見れるんだ。リアルタイムで見れるのかな、ファイヤー TV、 ファイヤースティックだと。順次丸さん200回目のおめでとうございます。
シーズン前だと取り入れたら年2万7000円。あ、マジ？くそ、ちょっと遅かったか。取り入れただけのやつないの？あ、ないんじゃないかな。どうなんだろう。現地なので実況するよ。やだ、見たいの見たいの。そうなんだよ、手が届く値段ではあるんですけど、全然迷うな。焼きごじ、ダイヤありがとうございます。20、21のパジェットメンバー、あ、20ですね。20に来てください。私のファンの皆様、20日に来てください。よろしくお願いします。DM、 そうなんだよ、 DMM も同じぐらいだもんね。ワイのさんはアカウントだけちょうだい。ちょっと安いか、月単位で。まあね、葵ちゃんのキス知ってるよ。デザネタサブスク3つ目、私が入ってるのアマプラ、あれネトフリは妹、ネトフリは妹がやってくれてるかな。アマプラ、アップルミュージック、 DMM をちょっと自分じゃないもんな、おばあちゃん。そんなこと言っちゃダメだよね。あ、じゃあ3つ目かな、確かに。あ、ラジコ、ラジコ、ラジコ入ってる私。4つ目になるのかな、かな。はい、あ、まあサブスク、サブスクなのかな。視聴さん可愛い、ありがとうございます。あと、あの LINE じゃない、あのカメラアプリのスノーっていうカメラがあるんです。あれも一応サブスクみたいな感じで入ってる。月400円ぐらいのやつ。いろいろちょっと加工するときのためのね、後ろのぼかしたりとかも使えるし、目に光があまりにも宿ってないときに目に光を追加するっていうための機能が欲しくて、そう、スノーというちょっと前に一番爆流行りしたアプリをね、課金してます。くっちーさん、ダイヤありがとうございます。私のファンの皆様、20日に公演来てください。まあ、21もいるのであれですけど、よろしく。応募してきた、よかろう。あ、びっくりした。私さ、 J リーグも最近フォローしたからさ、公式も、そのなんていうの、 J リーグがさ、あの今やってる試合とかを全部こう実況してくれるんですよ、あの点数入ったら。だから今それが 1-0 が出てきて、えって思って、どっちと思ったら全然違うとこの試合結果というか、試合途中の経過のやつで、ね、ちょっと焦った、まあ、でも多分今点入れたり点取られたりしたら、多分今現地で見てるファンの人が多分コメントしてくるから。いやでもね、攻め込まれるとちょっとね、私か分かんない、私はサッカーのことはそんなに詳しくないけど、トリニータって攻め込まれるとちょっと引いちゃう気がするんだよ。私が見た試合は全部そうだった。でも2試合しか見てない女がこんなこと言うとクソ叩かれそうなのでちょっと怖いんですけど、頑張ってください、お願いします、頑張ってください。本当それだけです。こんな女から言えるのはそれだけです。本当に頑張ってください。そうだよね、怪我してる人も多いよね今。
入ってる人いるちゃんとダゾン。DMM あマジえ DMM あ DMM とやってんの。アッシュさん100回目のおめでとうございます。相手が強いから。いやそうなんですよ。え待って DMM で入れるの。それで入ろうかな私。この力を強化する人がそんなもん全部何でもそれ通用しますか。その言葉何今日の回数今日かわいくない。うわ虫もうちょっと本当にやめて。虫は別にいけるけどキモいとかじゃなくても鬱陶しい鬱陶しいねちっちゃいの。てっちゃんさん、ダイヤありがとうございます。 DMMTV あーじゃあ違うかな。ガーンKBC のラジオ武蔵始めましたね。姉ちゃんあーらしいですね。はじめちゃんが私を褒めてくれてたらしいです。それでもほとんど喋ったことないんですよね多分直接。藤本選手が決めてくれるでしょう。藤本選手なんかめっちゃ荒らないイメージある。前回入れたもんね点数。なんかすごい横からこう相手をこう縫いながらあれ上手だなって思った。めっちゃそんなイメージ私の中で。あそうだ昨日ちょっとだけ前髪をマイクさんに切ってもらいました。自分で切ると短くなりすぎるので切ってもらいました。呼ばれた気がした。あそうなの。本名藤本なの。ドリブルからの人ドリブルがめっちゃなんか上手だったなっていうすごい勝手なイメージ。コバヤホイホイちょっと私そのこの一匹のためにコバヤホイホイ買おうと思う。あのなんかゼリーみたいなの入ってさ上が筒状になってるあのコバヤ中に入るやつ。あれいっぱい中に入ると多分絶対気持ち悪いからこの一匹のためだけにそれ買ってくる。次のシングルでオンライン撮るとき本名でなんかねオンラインたまにねえ何なん誰この人みたいな初めましての人かなって思って出てきた瞬間いやお前かーみたいになる名前の人いるんですよ本当に。たまに全然いつもと違う名前の人とかで「え誰やねー」みたいな「お前かーい」ってなる人結構いるんですよ。初めましてかもと思って私がちょっと猫かぶろうとした瞬間見たことある顔の人が出てくるんだもん。そう名前はね先に見えるの。次○○さん次名前○○○さんですみたいなで出てきた瞬間「いやお前だー」みたいなみんな何か詐欺してくるの名前詐欺。反応あんまりいやなんか反応があんまりっていうかさ初めましての人だったらありがとうございます初めましてみたいな感じで切るけどさなんかあれじゃない初めましてじゃなかったらさもっとなんかこうなんかうえーぐらいのテンションでいけるじゃん。谷里さん100回目のもありがとうございます。ふと客かーってありますか。ふと客かーって別にふと客ってどっからがふと客か分かんないよね正直。握手いっぱい買ってくれるとかさ、まあ、タワー投げるとかあるかもしんないけどさ別に。だって逆に言うとさ公演めっちゃ来てくれてる人もある意味不客じゃないですか。公演も金かかってるんだから。だからアイドルの不客って難しくない。佐藤さん100回目のもありがとうございます。佐藤さんじゃなくて佐藤シーさんか。サマステのチケットあサマステぜひ来てねまだまだ来てくださいいっぱい。ワクさん100回目のもありがとうございます。この前あまりにも量席だったからねめっちゃめっちゃ良かったね。私ねなんていうの女の子のファンのことのどのぐらいの距離感でいけばいいかっていうのは最近悩んでて
なんか結構その女の子で、私は割と親近感タイプの多分女の子アイドルだと思うのよ。私のこと好きな人って結構その親近感寄りの人も多分多いと思うんだけど、結構まれに、まれにっていうか中にはもう本当になちゃんかわいいみたいな、本当にもう大好きみたいな、この私をアイドルとしてめっちゃ、もうアイドル枠としてめっちゃ好きになってくれる人がいるわけよ。でそういう子たちって結構なんていうの、こうそんなウェイみたいな感じはいかないですよ。そういうことだって、もちろんそのだってウェイを多分求めてるわけじゃないし、なんていうんですかね、おるんか、いやおるんよ、そうおるんよ一応。そうまあでも別になんていうの、こうなんていうんだろうな、ウェイとはいかないけど、だからといって別にこんななんか本当にもうなんかうふふありがとうみたいな、そんなわけでもないんですよ。そういう意味じゃないんですけど、こうなんていうんだろうね、わかるじゃん、こうでもなんていうんですかね、こう友達系で来たいのか、あれこの子本当に私のこと好きみたいな友達っていうか仲良すぎて違うな、なんていうんだろうね、こう多分友達みたいな感じで多分私に接してほしい女の子のファンの子はもはやどのくらいで接したらいいのかっていう、なんて言うんだろうね、なんかそういう人って私がアイドルっぽい礼装したら嬉しいのか、でもそうじゃなくて普通にこうなんかちょっと冷たい塩対応じゃない、塩対応じゃないけど、なんかこう例えばまあ簡単に言うとこう家族に礼装するみたいなぐらいの対応の方が好きなのか、どっちか分かんなくて、こう私のことこうアイドルとして好きって言ってくれる女の子とかはもちろん私が例えばさこうリスとかでハートとかすると喜ぶわけじゃん。それはだってもちろん私だって倉野成美様にハートを押されたらめちゃくちゃ嬉しい。本当に私は成美様を友達とかみたいに好きなわけじゃなくて、もうガチアイドルとして大好きなので、そうだからハートされたらもちろん嬉しい、もう超嬉しい、あの死んでもいい、死ぬのは嫌だ。そうでもそうじゃなくてお友達みたいな感じで、私の多分この喋り方とかこういうショールームとかが好きで好きになってくれた子ってどういう風なレスをされると嬉しいのか、逆にあんまりこうアイドルすぎるレスをされたらそれはそれでなんかちょっとなんか求めてるものが違うのかなみたいな、なんかどうなんですかね。慣れた感じでレスするくらいがお好みの人に、あーそうなんだ、なんかその辺をどうやってこうレスをするのが一番その人たちにとって嬉しいのかみたいな、でそういう子が多分ね私からのハートとかを求めてないのはなんとなくわかるのよ。なんだけどそのなんていうの、その子も別にさ私以外の推しもいるわけじゃん。私以外の推しのことはもう本当にアイドルとして大好きですみたいなっていう推しとお友達っていうかこういうショールームの私みたいな感じが好きで好きになってくれてるっていうタイプの、そのガチアイドルとして好きな子と私みたいな感じで DD な子とかとか、どうやっていいんだろうみたいな、どうやってレスをするのが一番いいんだろうってめっちゃ考えちゃう。ところどころちょっとトリニータの試合経過を、ね、ツイッターで見ていかなきゃ。載ってないな何も。ちょっと見てる人いるんでしょう、あのよろしくね、実況点とか。ダブさん200目のまれでございます。指差しとか指ハートとか、あ指ハートね、確かまあラフだよね、こういうハートとかよりラフだよね。今日の配信めっちゃ化粧控えめでいい、マリアさんとの配信ちょっとお肌が荒れてるからさ、あんまりこうパウダーと眉毛とアイラインまつげリップチークぐらいで済ませたいんだよね。充電持ってまで充電しとけ充電しとけ。おもねちゃん可愛かった、あらそれは嬉しいわ。
仕事終わった、お疲れ。そうそう、あと私ちょっと何持ってることがありまして、先日のパジャドラで、あの私のパジャドラのユニットね、ユニットのパジャドラのポジションって一番花道奥まで行くんですよ。そう、ゆうきさん100回目もありがとうございます。なこちゃんの距離感、あ、どのくらいだったの、どんな感じなんだろう。そう、一番奥まで行くんですけど、奥まで行った時に奥の方に先生が、うわ近っみたいな、え近っ近っ、めっちゃ、え、めっちゃ近っみたいな、うわって言わなくていいじゃんと思ってそんなこと言わないでよみたいなどういう意図で言ったか分かんない、本当にもしかして喜んでわってわ近いみたいな、めっちゃ近い、先日昨日いや、なんていうか、近いのにびっくりして感動して、え近っみたいな意味のかもしれないですけどえ近っ、え、めっちゃ近っみたいな言われて、ここであーどっち怖いよみたいな、これありなが嫌だったのか、もしくはこんなに近いのが嬉しいのか、どっちなんだみたいな複雑な感情で歌いながら歌ってました。私そう、どっちだどっちだどっちだとか思いながらそう、でもなんかお見送りも別にそんなになんかこう好感触ではなかったんですよ。だからどっちだどっちだどっちだみたいなこれはどっちなんだ、私が怖かったのかなみたいな、知り合いなのちょっと聞いといて、私に不満なのか、それとも近すぎてびっくりしたのかみたいな、ちょっと聞いといて、ちょっとチャラめの人です、若くてチャラめの人です、聞いといてください。なんかもう私は最近ね、もうネガティブこじらせすぎてですね、もうなんかファンの人がちょっとでも例えばこうなんか代わりに栗山さんとかそういうの書いてると、あーすいませんね私で、はいはいはい、すいませんでした、私じゃない方が良かったですよね、はいはいっていつも思っちゃうんだよね。もう本当に最近ネガティブをこじらせてるんです、私はキャラメル特定します、よろしくちょっと聞いといて、栗山さんが落ち込んでたよって、うわ近って小声で言われたから、みんなじゃダメだったのかなってめっちゃ落ち込んでたんだけど、ちょっとやめてよおしめにそんなことって言っといて、よろしく。お見送りとかになっちゃう、なんか普通にね、あのバイバ、あのありがとうございます、ペコペコしながらこうやってやっとけば別に不愛想には見えないよ。一番不愛想なのはマジであの無視してくることなので、そう、もう本当に最近私はネガティブこじらせてます。なんか私じゃなくてもいいじゃんって、てかなんか、あーすいませんね私でって思っちゃう、いろんなこと、もう全てのことに。たぬこさん500回目のありがとうございます。だからなんかこうレスとかした時にこうなんかあんまり別に私のレスでめっちゃいい反応してもらうと思ってないけど、なんかえレスされた、え受ける栗山さんにレスされたんだけどみたいな反応をされたのかなって思う瞬間を見ちゃうと、あーすいませんね私じゃなくて推しメンが良かったですよね、あーレスしなきゃよかった、あーすいませんねこんなブスでってめっちゃ公演中思っちゃうもうそのぐらい私最近ネガティブなんですよ。逆もしかり、どういうこと、多分僕ですからさ、私のこと見てなかったくせに昨日ひどい、そう、なんかたまに女の子とかってたまに隣仲いい子と連番してる女の子でたまにレスとかされた時に推しメンとかに「えやばいレスされた!」みたいなのやってるのよく見るんですよ。私結構それに憧れてるんですよ。私もレッスンした時に、え、どうしようみたいな。レッスンしてくれたんだけどみたいなのを私がレッスンした時にやってくれることを私はいつか夢見てるんですよ。あきちゃんがサボテン。ええやんけ。あきさんがサボテン。そう。なんですけど、私あんまりそれをされたことがない。別に。
されなきゃいけないわけじゃないけど、なんかうーんって感じ。そう、なんか私がレッスンした時になんかそんななんか盛り上がらなくて、別に盛り上がらなくていいんだけど、あ、え、あ、今のあれ私なの、え、私にレッスンされた、あ、ふーんぐらいの感じの話をされてると、なんかちょっと、ごめん私がレッスンしちゃってみたいな、ごめんね私じゃない人がレッスンすればよかったよね、うんうん、ごめんね私なんかで本当にごめんって、すっごい落ち込むマジで。セゴドンさん、100回目のもありがとうございます。どんな制服を着てますかって質問したらブロックだ。あれじゃない、制服って学校の特定とかもつながっちゃうからね。まああの子はまだ小学生ですけど、そう、あんまりこれ特定できそうなコメントやめた方がいいんじゃない。一応好きな食べ物は何ですかとかだったら絶対大丈夫だよ。いやそうだから本当にもうなんかレッスンするの怖いというか、いや私のファンの人にレッスンするのはめっちゃいいのよ。ファンの人喜んでくれるから絶対嬉しいって、配信とか嬉しいんですけど、なんかだから私他のファンの人にあんまレッスンできないんだよね。知ってるファンの人とかだったらそれはなんか喜んでくれてるっていうか、男性の方でももちろんこう喜んでくれてるのが分かるし、ちょっとでもニコってしてくれるんですよ。なんだけど、そうそうじゃないファンの人ってもうなんか私なんかがレスしても嬉しくないだろうなって思っちゃう。だって何の反応もしないから、あーごめんね私がレスしちゃってごめんねみたいな、そうだよねだってそのうちは〇〇ちゃんのうちはだもんね、うんうんみたいな、皆さんやりました、コバエを殺しました、あ殺しましたとか言っちゃダメ、コバエを叩きました、私が勝ちましたコバエに、しゃしゃ勝ったぜ、出るから好きってもヘラヘラ、もうそれが一番嬉しい正直、うん、勝った勝った、これでコバエコナーズ買わなくて済んだ、しそう、まあ、とりあえずなんか例えばさ誰々ちゃんこの前さレス宇宙販売されたじゃん、あれ持ってきてくれる人ももちろん多いんですけど、そうじゃなくてさ自分で丸々してとかハートしてとかいううちわとか作ってくださるファンの方も結構多いんですよ。そう、そういうファンの人のうちわに私もハートとか指ハートとかなんかいろいろ返したいんですけど、なんかなんかレスしつつそれやった時の反応があんまり良くないと、ああそうだよね私に求めてないよね、うん、ごめんね私、うん、そうだよねみたいな、私じゃなかったよね、そうだよねそれおしめにしてほしいよね、うんうんうんみたいなってめっちゃ思うのと、いやなんかそれがさそのもろそのうちわの対応を私がするから余計分かるはずじゃん。だってだその人が作ったうちわのそのレスをしてるわけだから、とかその悪気はないんだよねみんな。そうだし、あとさありがとうございましたの一祭り終わってからのこの練り歩きっていうの、あれの時にさこう例えば何とかしたいとかなのでさこうハートしたりとかさうさみしたりするじゃん、そういう時に結構近くにいるのに私やったのに全然見てなかったりするとガーンってなる。いやそれはしゃあない、それはタイミングの問題だと思うんだけど、あそうだよねそうじゃなくて自分が見てる自分のお宅にやってほしいよねみたいな、うんうん、なんかごめんね私がやっちゃって恥ずかしいな、うんごめんねってなっちゃう。もう
そう、でもそれをさ、もし他のファンの人が のなんかさ、ウリヤマさんからレス来たんだけどわらわらお前じゃねえよと書かれてたらどうしようとか思って、もう俺のレスできない、もう怖い。怖いで隣にいた女の子がハートレス喜んでたよ。本当？もう怖くて怖くて私はできないですが、闇深いな。なんかもう最近なんかファンの私のファンの人じゃなくて、多分私のファンの人だって多分そんなこと書かないか、私が何言われたら嫌がるか大体把握してくれてるから、絶対的に無駄な、ゆあちゃん分かってんのよ、分かってるけど余計なのよ、分かってるからこそ。そう、もうダメ、もう私最近だからもうそのHKT のファンの人とか、そのとりあえずファンの人がツイートする一言一言で気になっちゃうんだよね。ああ、そうだよね、ごめんね、私じゃない方がいいよねとか、うん、そうだよね、私じゃダメだよねとか、もう全部思っちゃう。もう全部気になっちゃうの。誰々が嫌いだなんて、いやそうなのよ、なんか分かってるんだけどそれでも気になっちゃうんだよね。あー私じゃない方がいいよねとか思っちゃう。マジ卑屈、ほんとなんでこんな卑屈な性格になっちゃったんだろう。ツイッター性、でもツイッターは好きなんだよな、ファンの人が褒めてくれる時もあるし。あとこの前ツイッター見てて、この前さ、あのなんだっけ、パジャドラかな、違う、ココテンでユニット MC でリノにアホって言ったんですよ。私がなんか話の流れでそのアホっていう言葉を使ったので、も私その MC の時一瞬バカって言いそうになったの。なんだけど昔っていうかちょっと前の公演で、私なんかの流れでそのネタですけど完全にでもバカって言ったのに対して自分でちょっと反省したんですよ。あ、バカってあんまり綺麗な言葉じゃない、まあアホもよくないんだけど、バカってなんかちょっとよくないなみたいなって思って一人で反省したから、今回でこの前の公演ではあえてアホっていう言葉に変換したんです自分の中で。まあ、全部ネタで言ってますけど、ファンの人も多分こう分かってくれてる人が多いと思うしあれなんだけど、ツイート見てたらそのツイッターに MC の実況じゃないけど MC でこう文字で書いてくれてる人が文字起こしみたいな、そしたらその人がバカって書いてて、いや私がアホって言った意味ないやんけみたいな、ちょっとそこ正しく書いてくれよみたいな、私が何のためにアホってステージ上で言ったのか分からなくなるじゃん、そうなってくるとさ。まあ、どっちも良くない言葉ではあるんですけど、一応こうバカよりマイルドなアホの方を使ったんですよ。なんですけど結局ツイッターでそっちで書かれちゃうと、私言ってないのにその言葉を、そうなんかちょっとマイルドじゃん、アホの方がちょっとなんか可愛らしいマイルドになるじゃないですか、私なんかちょっとおてんば感出るじゃんバカよりは、と思って私はアホっていう言葉の方にしたんですよ。一瞬ステージでバカって言いそうになったところ、なんですけど実況でそう書かれちゃうと意味ないじゃん、何のために私が変えたのステージ上の頭の中で。まあ記事まではなってないけど SNS ツイッターだったからいいんですけど、まだだからこれを見てこうファンの人とかがなんかバカって言うんだみたいな、いやバカって多分私は言いますけど普通に口悪いんで、そうなんかアホの方がまだちょっとこうね、っていうのでなんかちょっと、そうそうそう、特にバカって言葉ってさ文字で書くと余計結構きつく感じるじゃん。アホってなんかこうひらがなとかで書かれることも多いしさ、カタカナとかまだなんかちょっと柔らかいけど、バカって結構カタカナもあるけど漢字で書かれるとよりなんかこう結構ひどい言葉感あるじゃないですか。町田先生うっそやん、マジガチか、それつらいな、こんなこと言ってる場合じゃないやんけ。あ、待って、もう一匹いた、おばい、え、マジ？
マジか。え、でまだ前半だからね、頑張ろう。でも1点先に取られると2点3点トントンって取られるかもしれないから頑張っていただきたい。マジか、先生か、きついな。その講師の子がみたいになっちゃうんでしょ。まあね、言ってアホっていうのもあんま良くない言葉ではあるけどね。けどそっちの方がちょっとマイルドだからと思ってそっち使ったんですけど、なんかそう書かれるとマジで意味なくなっちゃうじゃん。だからそれはちょっとやめてほしいなって思いましたね。あーマジか、1点先取られたか、ドキドキしちゃうね。まだ前半だからあれですけど、はあ、頼む、せめてせめて同点で終わっていただきたい。せめて。咳まだ続いてる。あ、でも昨日よりはちょっと収まったの。でもね、ちょみんなに聞いてほしいんだけど、あの咳が出すぎて、昨日咳をしすぎて腹筋がめっちゃ筋肉痛なの今。だからこのまま出てたらバキバキになるんじゃないかなって思うぐらい腹筋が筋肉痛なの私。え、光った今。光ってないよね今。びっくりして、え、光ってないよね今。めっちゃ光った気がしたんだけど、え、爆発するもしかして。幻覚？え、一瞬光んなかった今。趣味さん、いいね、ありがとうございます。まさあきさん、100回目のありがとうございます。え、今光った？光ってないよね今。うつ年の右側がピカッて光った気がしたんだよね。え、なんか大丈夫かな、コードとか大丈夫かな。びっくりしたんだけども一瞬。コンタクトつけてないから多分幻聴ではある、幻覚じゃないかなと思いますけど。ニーナベルで負けてる。え、マジ、え、雷鳴るかな。え、そう本当にマジで、そう戻るけど、咳すぎて本当に筋腹筋がバキバキなのマジで痛いのめっちゃ。もう一匹いる、最悪、もう一匹いるじゃん、一匹倒すと思ったのに。最悪なんですけど、もう一匹いた今。うん、いましたね今、完全に小林がいました。溝口哲夫さん、100回目のありがとうございます。肋骨を疲労する、あ、そうなの。コンタクトつけようかな。今日は普通の透明でいいしな。今夜は晴れみたい。じゃあ大丈夫だよね。今日ワンピース新しいの着てるの。なんかよくわからんサイトで買ってみたんだけど。こんなの。とりあえずちょっと待ってて。コンタクト取ってくる。さあ、ごてんとこ、あ、やばい。コンタクトが切れました、皆さん。透明がなくなっちゃった。あれ、私それたるどこ？あれ？私それたるどこいた？これか。どんな地図も当てにならないし、退屈な大地は。インスタの広告、いや、アリエクで買った。意外とショールームと DM にまだいける。いけんの？駅ごじかわいい、ありがとう。とりあえずコンタクトつけるね。マジか。ちょっと、あ、そっか、こっちにカメラあるか。こうしたらめっちゃドアップになっちゃうんだ、恥ずかしい。透明なカラコンか、透明なカラコンじゃない、透明なコンタクト買わなきゃ。あ、待って、これ裏まで逆かも。なんかちょっと痛いな、逆かな。
えば毎日アイドル入るよ、入るけど一応やっとこうと思って。逆かこれ、逆じゃないじゃん、合ってるじゃん。まだ取り出しちゃったよ眼球から。藤庵さんボールありがとうございます。見える、やっぱつけないと見えない、やっと見えた、ちゃんとコメント。オッケー、それとよりもジーって言ってます。コンタクト入れて口開いちゃう。あ、そう、開いてた今。神様100回目の方もありがとうございます。自分が、あ、自分語りね。ネットで言う自分語り。なんかあれだね、毛が切れてるね、ところどころ。化粧ちょっとだけしようかな。神様、ダイヤありがとうございます。マリアさんとか打ち合わせしてる、打ち合わせとか軽く台本がありますので。でもそんな言うて打ち合わせするほどあれじゃないかな、 なんかそんな難しい配信じゃないでしょ、多分。ゲームするわけじゃないし。枝毛切ってあげたい。あ、マジ？でも手切ったんでしょ今日。タワー配信楽しみだな。いや言うて多分ないと思う、私の予想。ファンの人そんなに投げないんじゃないかな。台本読み込むの、そんな読み込むわけではないかな、今回のは特に。ラビンス応援寄せ出すと高確率でハンちゃん出てくる。そうなの、ハンちゃん出てくるの。いた、今いたぞ。今いたな、小林。お前、私に見つかったらどうなるか。最近ジッパーも自信なくなってきたんだよね。なんかエミリーさんが最強すぎるのと、あともともとワカナも一緒にやってたじゃないですか。なんかワカナも可愛いじゃん。なんかもう私なんかやったら本家のオタクさんに叩かれるんじゃないかとか思って。別に顔もケイチさんと同じ色の衣装着てるんでしょうね。ケイチさんのポジションなんですけど、なんかケイチさんほど可愛くないし、なんか別にスタイルもケイチさんほどいいわけでもないし、なんか私みたいな人間がやったとて、なんか本家の方々に申し訳なくて、そして本家のオタクさんに。YouTube とかさ、多分載ってたら絶対書かれてるかなと思って。こいつがやるのかよみたいな。なんか村上ちゃんは可愛いし、なんかエミリーちゃんめっちゃ美人だし、なんであと一人はこいつなんだって書かれてないかなみたいな。私が勝てるのなんて鎖骨しかないんだよ。一恵さんダイありがとうございます。
1点取られて前半終わる。あ、前半終わっちゃう。マジか。頑張れ。もう最近なんか何でもネガティブ。鎖骨きれいな、かなりの点。本当これ利点なの？メイク道具が向こうに置いてきちゃったか。軽くメイクしようかね。ベースはやった方がいいかな。ちょっと濡らしてきますね。でも私最近マジ何でもネガティブ。もう全部ダメ。もう配信でファンの人からよしよし言われてる時ぐらいしかもうポジティブになんない。なちゃんネガティブだから頭ない。いい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 、そんな私のネガティブ勢みたいなないんだから。いいよいいよ、昨日もくれたでしょ。後半にとっとき結局投げすするみたいな感じで後半にとっときって。マリアさんツイートした？どれだ？どうだ？全然出てこんないが。おすすめの方か見るか。なんかフォロー中の方今頑張って見てんだけど出てこないんだよね。ないんだか。あれ？ちょっとだけ、あ、いいいい、じゃ、そうじゃない、そうじゃない。そういう意味じゃないよ。今月の後半ってことだよ。インスタのあのストーリーのキャラ、本当あれは適当に描いてます。とりあえずベースとコンシーラーで肌はなんとかします。クマが本当にすごい。本当にクマどうしようもできなくて、あとちょっと肌が今日赤みがかってますね。やっぱ荒れかけてるね。荒れてます。あれモデル頭悪い人、うん、まあそんな感じ。それではないんですけど、別にでもモデルなしって感じで、まあそんな感じですよね。バナナのやつでしょ。私リナで羨ましいなって言われる人になりたい。なんていうの、生写真とか出た時に私のファンじゃない人からも、え、リナちゃんの、え、いいなみたいな。私のファンの人はもちろんその私の出たら喜んでくれると思うんですけど、
メロスにプーさん、プーさんがいるの、プーさん飼ってんの私。 KKB さん100回目の方もありがとうございます。ベーストコンシーラーで買わなきゃいけない、そうなの、そんなことある。なんかさ、めっちゃわかりやすくみんなの世界で言うと、あの〇〇さんと付き合えるなんてすげえみたいな、なんかあの〇〇さんと付き合える〇〇さん羨ましいみたいな感じでさ、例えば女優さんとかがさ結婚発表とかしたらさ、あのもちろんうちらもそうだし、みんなもさ、あの美人の〇〇さんと付き合ってんのみたいな、羨ましいみたいなあるじゃん、マジみたいな、その人と付き合える男性前世何得したんみたいな、そうそう、そんな人になりたい、そのレベルの人になりたい。もう別にそだから芸能人とかじゃなくても、芸能人とかじゃなくて普通に一般人だったとしても、そうなる、なりたい、そう言われる人になりたい。なんかそのぐらいなんか可愛いであれ、性格がいいであれ、なんかまあそういう何かそういうこと言われるような一個の大きい武器を持ってたいよね。って最近なんか思う。期待が結構つなぎのため栗山になる、もう怒られるぞ、各方面が怒られるぞ、その並びやと。紙面が結婚発表しま、あ、そうなの、グッチさん会いたい、ありがとうございます。せめてライスは離婚しないですよ、何があったんだ。紙面グッズ開封、あら何さんだろう、ちょっと名前が見えない、なんとかかんとかローさん、100回目の方もありがとうございます。なんて読むのそれ、全部で残念でした。あ、残念。残念じゃないか。おしめセットをゲットできてるだけいいことだよね。部屋の電気明るくなるだけでちょっと顔変わるね。あと髪の毛。次は眉毛、今日は超適当メイクです。
適当メイクというよりもはやほぼメイクなしです。てかリノから眉毛が細いって言われちゃったから絶対補足したでしょう。正解。もうちょっと太い方が好きって言われました。でも私は細い方が好きなんだよな。まつげあげるか迷う。小さめのポーチにアクスタ詰め込みました。いけた。このポーチ、ポーチかわいいでしょあれ。いっぱい使ってねみんな。あ、ちょっと濃くなっちゃった。カフェのマスターとかにこう話を聞いてもらいに行けるようなカフェ欲しいマジで。京都はスーパーの買い物に最適。あ、本当にめっちゃいいじゃん。使って。チーク。チークは大事ですからね。これだけで顔の血色が良くなりますから、なりますからみたいになっちゃった。リップは後でデリートして、ちょっとだけ涙袋描くか。メイクしてないけど。あれやん、かわいい、ありがとうございます。髪色めっちゃいい。そうでしょう。髪染めたいけど迷ってるもん。見えない、全然見えなかった。ミキくんさん、100回目のありがとうございます。黒髪、稲ちゃん黒髪じゃないもん。でも黒髪っちゃ黒髪なのかな、染めてないかな。なんか来た。スミさん、織姫ありがとう、ありがとう。なんか落ち込んでるからって、なんて優しいの、ありがとう。ゆうちゃんのインスタ浴衣見た。あ、そう、載せてたね今。
ックオフ、あ、藤本選手入ってる、あとサムエル選手も入ったのね。すみさんタワーありがとう。ジトクさん200回目のありがとうございます。200回とかのさ、何百回とかのさ来てくれてる人ってさ、全くさコメントで多分な見たことない人って結構いるのよ。そういう人ってやっぱあれなのかな、その星集めの人ももちろんいるのかな、200回も星集めする人いるのかな、私でかもしか見てるけどコメントをまだしてないよっていう方なのかな。トリートメント私ほぼ行かない、てか美容室ほとんど行かないけど、行くと逆になって私美容室を髪ちょっと短くするとかいうよりどっちかというとトリートメントのために行ってるかな。毎日星集めして、確かにそうか、その手があるのか。涙袋にハイライトを入れました、ほんの少し。お休みの日だけどちょっと遊びに行きたい時とかにするメイクをちゃんとできるようになりたいな。好きだけどコメントしてない、あ、結構いると思う。あのさ、現地の握手会とかでさ、いつもショールーム見てますって言われて、え、本当なんて、なんて名前でコメントしてるのって言っても、あ、コメントはでもしてないんですよねって言って結構いたから、だから多分見てるけどコメントしてない人多分いっぱいいると思う。でもありがとう見てくれて、それでなんかでも楽しいと思ってくれてるなら私は嬉しいけど、全然コメントしたら読むよーっていう気持ちもある。いや、コラボまでは続けないです。半ぐらいにやめようかな。配信9時からだ。9時半か。ちょっと1時間はね、また移動しなきゃいけなかったりするから。そうだ、アイラインだ、アイライン。名前見たことあるって言ったの結構嬉しかった。本当？でも見たこと、私結構ショールームで見たことある名前って覚えてるもん、ちゃんと。なんだ、2つやった。そんなことがびっくりしたよ。リップ飛んでた。
鏡も送りました。あら、ありがとう。ジュラピケに鏡ってあったんだ。だってこれほら見て、ここ破けちゃってるもんね。ここボロボロになっちゃった、いっぱい使ってて。心理テストの配信出た。心理テスト、たまに気まずい回答になるやつ。初見前肉焼いてた。結構前じゃないそれ。結構前でもないかな。前っちゃ前か。見てほら、ちょっとだけ手を加えるだけでこんなに違うのよ顔が。まつげだけ上げとこうかな。やっぱマスカラはしないレベル。マスカラのなんていうの、下地で、下地程度で抑えようかな。カルバンクラインの欲しいのあったけど、どれってなった。半袖みたいなやつ。難しい。こんばんは、こんばんは。配信がみんな好きなんだろう。G 配信、え、そんなのしたっけ私。全然覚えてないよ。スズメが入ってきたのを見せたのは覚えてる。最初の頃他の配信あんま行ってなかったかも。あ、でも同期の配信たまーになんか見てた。なんか突然バグったんだけど、なんかいきなり配信止まったんだけど、びっくりしちゃった。え、どこから止まってた？私の画面ではさ、私がこうやってこうやってやってるこの最中に止まってたんだけど。しかもさ、あの配信も途中消せなくて、止めらんなくて、一旦タスクごと落とした。めっちゃ怖かった。びっくりした自分でも。え、この顔で止まる？みたいな。今回バンされることやってないし、ね、なりちょめさん100回目のまでとうございます。暗くなったんだ。落としたからかな私が配信。
なちゃんにツイートするの暇な時でも。おーい、何をツイートするんだろう。あ、そうだりな、この配信をしながらカレンダーを作るって言ったんだ。これ終わったら作るね、配信しながら。めっちゃ忘れてたの、昨日絶対送ろうと思ってたのに。姫様、今夜は配信をするために事務所に参るわ。うん、終わり。こんなんでいいんじゃない？もう一回ぐらいやっとこうかな。あのまつげ下地。二回分やってたらすぐ落ちないでしょ。HKT チョイツおじさん、カニ、カニじゃないか、それ砂の城、ありがとうございます。生写真ギリ変えた、マジごめんね。生写真あれ今日までだと思ってなくてさ、誰だっけ、あのココッペのツイート見て今日の18時までみたいに見て、えマジって思って時間見た瞬間15時40分、17時40分とかで、あマジ終わったとか思って、ごめんね。だから LINE の写真も送れなかったし、告知もギリギリになっちゃった。ご飯マンかわいい、ありがとうございます。できた、完成。今日は下まつげはやりません。最小限のメイク。コラボ配信の T シャツランキング前と2000名前ランキング、そうね、ランキングはタイミング、ん、名前呼ばれた時の、え、あ、そう、ランキング前とタイミングでの名前です。ゲームやった、やった、マリオパーティーやった、勝った、よし。急いで作ります、カレンダー。30分に配信終わるので急ぎます。どの画像を使おう。7月分だよね。夏っぽい写真がいいよね。何使ったっけ、まで。昨日のやつも連絡来ました。違った、何にしよう。夏っぽいやつだから水着はないもんね。
サバソ夏っぽいやつ。公園ばっかだからな最近。水着はないです、残念ながら。なんか最近ポチャってしてる？いや、してない？どうなんだろう。自分がデブなのかデブじゃないのかそれ分かんなくなってきちゃった。ジッパーは嫌です、だってないもん。これにしようかな。サイズが毎回分かんなくなるんだよね。横が縦の割合、比率が分かんない。 iPhone13 壁紙サイズ2532か。1170252532。追加点、うわ、いい、頑張れ、頑張ってほしいけど2点か。中に入れたってひっくり返せる。マジ？頑張って。7月、ジューン、ジュライ。前回が青だったから、今回は薄紫使ってないな。2入れが一番危険なスコア。そうなの、すげえ、そうなんだ、詳しいな。やっぱやってただけあるね。逃げ切りたいって思ってた時1点返されて焦りが出る。ムカつく。なんか小林がプンプンしてると思う。絶対小林来ないですか。
なんか応援するしかできないっていうのが一番辛いね。まあでもその応援が多分一番大事なんだろうけど。購買方法はプレゼントできません。3日が月曜だったか。え、ナピさん？マジ？ゆうこさん、かわいい、ありがとうございます。そこ？そことか言っちゃダメだけどさ。ここでか。マジ？そうだ。ラザニア君、100回目のありがとうございます。確か秋に卒婚、あ、卒婚、あ、そんなこと言ってた。30分越してる。なんとかなるでしょう。マジか、なんかマジ関係すぎて、ちょっとこの後事務所
ジか。ここからコラボはくない、違う、ここからコラボできないんですよ。マジ？なんか予想外すぎてびっくりって感じ。え、今日野球合ってる？そもそもちょっとそれだけ聞いときたい。マサさん、ダイヤありがとうございます。野球やってんだ今日。メンバーが知らない、卒業に関しては正直ね、知らないことばっかりですね。なんかちょっとびっくり。これ終わった？カンさんダイヤありがとうございます。じゃあどうするんだろう、今後というか。そっちも気になるんです。
とりあえずカレンダーはできたので後で送っときます。マジか。なんかびっくりす、びっくり。授業って難しい。いやそうですよね、本当に分かんないね、何が誰がどうなるかって。とりあえず終わろうかな、ランキングなんで。13位ラーメンありがとうございます。12位トミヤさんありがとうございます。11位 HKT ジェットオーディさんありがとうございます。10位フジヤンさんありがとうございます。9位バルタン太郎さんありがとうございます。8位激しくポッキーさんありがとうございます。7位ションションさんありがとうございます。6位 BJ さんありがとうございます。5位あたりさんありがとうございます。4位ニシプーさんありがとうございます。3位ショウさんありがとうございます。2位クロベさんありがとうございます。ジスミさんありがとうございます。グッチーさんお疲れありがとうございます。 HKT ショートジさん、短冊ありがとうございます。エドウィンさん結婚してありがとうございます。無理です、まあ、後でコラボ配信はねすれば全然楽しくやりますので。ひろくにさんありがとう、ありがとうございました。じゃあまた後でだね、みんな。それ終わったら今日はちょっと配信はないので、ぜひよろしくね。みんなが暗いから外が心配してる。バルタン太郎さんファイトありがとうございます。じゃあけいちゃんさんファイトありがとうございます。バイバーイ。